先生ちょっとすみませんお話があるんですけどどうしたんですかケンくんあのちょっと体調が悪いので病院へ行きたいんですそれは心配ですねどうして具合が悪いんですか朝からお腹が痛くて気持ち悪いんですそれで 集中できないので、病院に行ってもいいですかお腹が痛いんですね。何か悪いものでも食べましたか多分昨日の夜、冷たいジュースを飲みすぎたからだと思います。それで、朝からずっとお腹の調子が悪いんです。それは大変ですね。無理をせず、早めに病院に行った方がいいですよ。 保護者の方には連絡しましたかはい、母に連絡したらすぐ迎えに来るって言ってました。でも、その前に今日の授業内容を確認しておきたいんです。偉いですね、ケン君。でも、無理はしないでくださいね。今日の授業は数学と英語があります。 特に数学の授業はテスト範囲に入るので、後でちゃんと復習しておいてくださいね。わかりました。数学はテストに出るんですね。休んだ分は後で教えていただけますかもちろんですよ。授業のプリントも後で渡しますから、無理しない範囲で復習してみてください。ありがとうございます。 今日の宿題ももしできなかったら明日に提出してもいいですか大丈夫ですよ。体調が悪い時は無理しないでくださいね。元気になってから提出してください。助かります。そういえば、病院から帰ってきた後に宿題がわからなかったら連絡してもいいですかもちろんです。 わからないことがあれば遠慮せずに聞いてくださいね。私もできる限りサポートします。ありがとうございます。母が来るまで少し待たせてもらってもいいですかもちろんですよ。ここでゆっくりしていてください。そういえば、体調が悪い時に先生はどうしていますか 何か気をつけていることはありますか私は体調が悪い時は早めに休むようにしています。無理をすると治るのが遅くなりますからね。それから水分補給も大事ですよ。なるほど。僕も今日は帰ったらすぐ休みます。その方がいいですね。 早く治るといいですね。もし病院で何か指示があれば、それに従ってくださいね。はい、母もそう言ってました。じゃあ、何かあればすぐに言ってください。教室で待っている間も無理しないように。はい、ありがとうございます。先生が親切で安心しました。 どういたしまして。元気になったらまた学校に来てくださいね。お大事に。はい。早く元気になって戻ってきます。先生、本当にありがとうございました。気をつけて帰ってくださいね。また会えるのを楽しみにしています。はい。それじゃあ失礼します。 先生、ちょっとすみません。先生、ちょっとすみません。お話があるんですけど、お話があるんですけど。どうしたんですか、ケン君。どうしたんですか、ケン君。ちょっと体調が悪いので、病院へ行きたいんです。ちょっと体調が悪いので、 病院へ行きたいんです。それは心配ですね。それは心配ですね。朝からお腹が痛くて気持ち悪いんです。朝からお腹が痛くて気持ち悪いんです。無理をせず早めに病院に行った方がいいですよ。無理をせず早めに病院に行った方がいいですよ。 保護者の方には連絡しましたか保護者の方には連絡しましまたかでも、無理はしないでくださいね。でも無理はしないでくださいね後でちゃんと復習しておいてくださいね。後でちゃんと復習しておいてくださいね。助かります。助かります。 わからないことがあれば、遠慮せずに聞いてくださいね。わからないいいことがあれば遠慮せずに聞いてくださいね。気をつけて帰ってくださいね。気をつけて帰ってくださいね。お大事に。お大事に。それで、集中できないので、病院に行ってもいいですか 無理をせず早めに病院に行ったのはいいですよ。休んだ分は後でおいただけますか。 体調が悪いときは無理にくださいね。わからないことがあれば遠慮せずに聞いてくださいね。